しようぜ。43年間お世話になりました。いやいや、ありがとうございました。定年後はどうするんです？はい、のんびりしようと思います。俺の名前は高見俊夫。たった今43年間勤めた会社を定年退職したばかりの65歳だ。お疲れ。いやー、俺たち頑張ったよな。よく43年間も一つの会社で働いたもんだよ。お互いな。ああ、今日はお祝いだ。俺と平井は新卒から定年まで勤め上げた唯一の同志だ。新卒の時にはまさか定年が65歳になるなんて思ってもいなかった。どうよ、年金生活は。どうもこうもまだわかんないよ。別に今までと変わらんさ。相変わらず月1で旅行行ってるの？それがさ、退職したから時間あるだろ。海外でも行くかって神さんに聞いたら、そんな余裕どこにあるのよって。退職金があるんだからいいと思ったんだけどな。もうローンだってないのにさ。奥さんは堅実だね。そうなんだよ、これからはつつましやかに暮らすのなんて言っちゃってさ。まあ実際うちは二人だし、孫にもお金がかかるから。そうか、老後ってやつは思ってたよりも楽しいもんじゃなさそうだ。俺の両親はすでにいないが、10年前は老老介護で大変そうだった。俺は独身だし老後は気楽なもんだと思っていたけど、甘く見ない方がいいのかもな。よし、今までやったことなかったけど真面目に家計簿でもつけてみるか。現役時代はどれだけ適当に暮らしていてもお金に困ることはなかった。もともと無趣味だし散財するようなタイプでもなかったからだ。だが年金生活になれば収入は半減、真面目に考えないといけない。って言っても退職金と預金だけで2000万円あるんだもんな。そんで年金が月々12万円。真面目に計算したところ、月間の支出は食費に4万円、光熱費に15000円、医療費はほとんどかからず雑費に3から4万円という感じだった。つまりこのまま特に何もなければ年金だけでも暮らしていける。おお、なんだ、俺って結構優秀じゃん。これなら老後も安泰だな。そうだよな、独身で持ち家に住んでる時点で俺は勝ち組だよ。お金かからないもん。心配しちゃって損したわ。熱い風呂にでものんびり使ってビールでも。すべてなんだ、なんで風呂が寒い。確かに沸かしたのに、まさか故障。そのまさかだった。その後何回か試してみたものの、湯船の温度が上がることはなく、風呂場の蛇口をひねってもお湯が出てくることはなかった。おお、いらっしゃい。悪いな、風呂を貸してくれ。いいよ、故障だって。そうなんだよ、修理が1週間後だって言われてさ、20万円の出費だよ。そりゃ痛いな。想定外すぎるよ。まあでもお前の家築何年だっけ？俺が大学出てから中古で買った家だから築40年くらい。じゃあ仕方ないよね。逆に今までよく持ったよ。奇跡だよ。老後は安泰なんて思った矢先の災難だった。今の家は俺の実家で、両親が中古で購入したもの。それなりにメンテナンスはしていたようだが、やはりガタが来ていたらしい。そして災難は続くもので。あれ、ビールがぬるいな。てか冷えてない？壊れた？そういえば最近変な音が聞こえていたけど、冷蔵庫だったのか。
どうやらコンプレッサーという冷蔵庫の心臓部分が壊れてしまったようだ。この部位を交換するのに5万円前後かかるらしい。今より小さいサイズの3万円ほどの冷蔵庫を買おうとしたが、粗大ゴミは捨てるのにもお金がかかるので、結局5万円で修理してもらうことにした。しかし、それだけでは終わらない。おーい、おーい、動かねえな。故障だ。そういえば洗濯機も冷蔵庫と同じく買ってから10年以上経ってるのか。洗濯機を直すには基板の交換が必要らしく、これも5万円ほどかかるらしい。10年使えているから元は取れているが、家電はやっぱり大きい出費だ。そして数ヶ月後。おい、嘘だろ。トイレが流れない。どうやら詰まりではなく、タンク自体が壊れてしまったらしい。水回りは他の場所より老朽化が早いらしい。しかも放置するとさらに深刻なダメージを与えてしまう。タンクだけではなく、ひびが入っていた箇所も修理することになり、30万円という痛い出費を食らってしまった。その後は落ち着いたが、老朽化が進んでいる場所は壊れてしまう前に早めに修理することに。しばらくは心配ないと思うが、風呂釜の故障からたった半年で総額100万円もの出費になってしまった。はあ、たかだか半年で100万円、老後ってこんなに厳しいのか。やべえな。やば、めまいしてきた。トイレ。どーいってやー、あった、いってやー。おい、大丈夫か。ほら、もうダメだ。まあまあ、ほら、団子でも食べて元気出せ。健康だけが取り柄だったのに、もう一生歩けないかもしれない。ただの骨折だろう、弱気になるなよ。だって、こんな足で一人でどうやって暮らせばいいんだか。泣くなよ、たまに顔出してやるから。俺はつくづく思い知った。老後ってのは予期せぬことが次々に起きる。今まで通りでいられる保証なんかどこにもない。むしろいつどうなってもいいように、気持ちも身辺も整理しておかなきゃいけないってことなんだな。ケアワーカーの白田です。これから退院後の生活についてお話を。私は一人暮らしなんです。退院したらどうしたらいいんですか、教えてください。落ち着いてください。仕事を辞めたからって何も変わらないと思っていたけど、体は確実に衰えていく。俺は俺のために変わらなくちゃいけない。もっと考えるんだ、俺の第三の人生を。それから俺はこれからどうやって約20年暮らしていったらいいのか考えた。この先今よりも体力は衰える。ずっと健康でいられる保証もない。今何をすればいいのか。よー、どうだ足の方は。いやー、その節はいろいろ世話になった、ありがとう。なんだ、かしこまっちゃって。俺はね、気づいたんだよ、もう若くない。この先どうなるかわからない。じゃあどうするか。うん、それはね、今の状態を少しでも維持するのがベストってことなんだ。なんかわかんねえ話だな。あのな、人も家もどんどん年季が入って古くなる。だからしっかり面倒を見てやらなきゃいけないってことだ。ほう。それはね、足首を怪我して。わかったよ。今まで大した趣味もなくて、運動なんかかったるいと思ってたけど、それが良くなかった。くよくよして下ばっか見てたのも悪いやな。もっとしっかり前を見てよ。
金勘定もバッチリやってよ。たまにうまい酒を飲めたら、それが何より幸せじゃないかってな。だから今日は昼間に呼んだのか。そういうことだ。肝臓にも財布にも優しいだろう。神さんにも言い訳しなくていいから、こりゃ助かる。だろう。正直、今から10年後にも健康なんて保証はない。場所によっては家じゃなくて施設や病院で暮らしてるなんてことも考えられる。だけど、なるべくそうならないように。この家だってあと何年住めるかわからないけどな。よろしく頼むよ。今の自分に何が必要か、健康で穏やかに日々を送れるよう考え続けていこうと思う。まだまだ人生楽しみたいからな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。